こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿の感想動画シリーズ、今回ピックアップするのがこちらです。雪稜伝説の事件ですね。では順に見ていきましょう。ではまずはいつもの通り雪稜伝説の事件のあらすじの部分から見ていきましょうか。ある日の学校帰りのことでした。帰宅した金田一くんの目に飛び込んでいたのは、自宅前に止まっていた高級車。乗っていたのは、ある理由から顔に仮面をつけていた弁護士、黒沼茂樹という人物でした。金田一くんに持ちかけられた話は、1億円以上の遺産相続の可能性という全く心当たりのない話だったんですね。黒沼から詳しく聞いてみると、以前にある場所で出会った資産家、檜垣武史に登山道でのアドバイスをしたことが理由だったというんです。後日、指定された氷壁岳の雪稜山荘という場所で2泊3日の親睦会、こちらに参加した金田一くんやみゆきちゃん、そして剣持のおっさんが出会ったのは、何やら訳ありな登山経験者ばかりだったんです。では続きまして、雪稜伝説の事件の主なポイントを順にピックアップしていきましょう。ポイント1、密室から消えた人。第1の事件ですね。こちらは初日の夕食の頃に発生していました。もう2時間以上も見かけていないその人物だったんですけど、外は吹雪で出られるはずもなしと。そんな状況からね、もうじき顔を出すだろうとあんまり気に留める人もいなかったっていう状況だったんですね。でも夕食から1時間半ほど経って、あ、いや、いよいよおかしいんじゃないのかなこれはってなった時に、第一の被害者の部屋に行ってみると、金田一くんが灯油を届けた時とは違って、ドアの外から冷気が吹きつけていたんです。金田一くんや剣持のおっさんが少し前に入った部屋とは明らかに違う。ベッドの上、シーツを取ってみると、すでに第一の事件が発生していたんです。部屋の位置関係的にはね、みんなが夕食をとっていた場所から見える位置にあったので、ある意味では出入りがあれば最も分かりやすい部屋だったと言えるかと思います。しかも部屋の窓は鉄格子が入っていて、人が顔を出すので精一杯だったんですね。つまり第一の事件は密室状態だったと考えられるんです。さて、第一の事件のポイントなんですが、各部屋に割り当てられたストーブの灯油タンク、ここでしょうかね。それぞれの部屋ごとに灯油がなくなったら、管理人の山田に申し出て灯油を補充するっていうことになっていました。実際に雪稜伝説のストーリーに灯油の補充を希望するキャラは何名か描かれていたかと思います。金田一くんはその描写からある違和感の正体に気づくことになるのでした。そして登山家の檜垣が話していたのは、第一の被害者が発見された時の状況がガチガチだったこと。ちょっと何がガチガチだったかは言いませんけどね。これは山に詳しい檜垣でもマイナス15度くらいじゃありえないよっていうほどだったんですよ。これはどんな風にして作り出されたんでしょうか。雪稜伝説の事件では第一の事件の謎をどういう風に解くか、これが重要とも言えるかもしれないですね。1日目の夜にみゆきちゃんが聞いた謎の音、これは雪稜という怪人の叫ぶ声ではなく、真相編で明らかになる驚愕の事実を示しているものでした。さて、明けて2日目の朝のこと、剣持のおっさんが寝ずの番をしていた状況で第一の被害者が消えてしまったこと、これも雪稜伝説の事件の謎をより一層深めることになりましたね。ポイント2、別のルールと現れた幽霊。第3の事件に行きましょうか。こちらは金田一くんたちが事件の動機につながりそうな共通事項、いわゆるミッシングリング、この話をしている頃に発生しました。まさにそのミッシングリングに気づいた人物がいたんです。でも残念ながらその人物は第3の被害者になってしまったという形ですね。第3の事件のポイントなんですが、まあ、少しこれ抽象的な言い方になってしまうんですけど、誰が誰をどんな人物だと思っていたかっていう点でしょうかね。そしてだからこそ第3の被害者が最後に携帯の録音機能に残した、うわー、幽霊、このセリフね、これも意味を持ってくるんじゃないかなと思うんですよ。さて、第3の被害者にとって果たして幽霊とは誰のことだったんでしょうか。
しかもね、さらに事態を混乱させたのが、第3の事件前に手紙を残して脱落すると言っていた人物が再び雪涼山荘に戻ってきたことです。これには金田一君もその人物に対してストレートな疑問をぶつけるしかありませんでした。結局金田一君が第3の事件のタイミングで披露した推理は一度は外れてしまうんですよ。なんですけど、その着眼点というかね、本質的な部分に関しては疑いの余地はあるものだったのかもしれないですね。さて、犯人を決定づけるヒントになったのが、金田一君がみゆきちゃんや月枝たちと一緒に遊んでいたトランプに関する描写でした。金田一君は自分の認識で七並べをやっていたんですけど、相島たち曰く、そんなルールは知らない、お前だけ別のルールだって言っていたんですね。さて、雪涼伝説の事件で誰の何が別のルールに該当するんでしょうか。みゆきちゃんが出して見せたジョーカーに該当する人物とは犯人のことだったんでしょうか、それとも別の誰かのことだったんでしょうか。ポイント3、最後のメッセージが示すもの。次は第4の事件に関してお話ししてみましょうか。第4の事件なんですけど、他の3つの事件があったにもかかわらず危機感を一切持っていなかったある人物の身に降りかかりました。第4の事件のポイントなんですが、被害者の残したダイイングメッセージ、ここにあるんじゃないかなと言えると思います。第4の事件現場の状況から何を読み取れるのか、そしてそれらの状況または情報からどんな内容を読み解けるのかっていうところですね。このダイイングメッセージからどうやら金田一君は犯人の目星がついたみたいです。さあ、続きまして雪涼伝説の事件のキーパーソンを一人挙げてみたいと思います。雪涼伝説のキーパーソンを一人挙げるとしたら、それは堂崎嗣夫です。これはですね、双子の兄の堂崎和志とセットで堂崎和志嗣夫の兄弟っていうわけではないんですよ。そうではなくて嗣夫だけです、彼一人だけ。ミステリーにおいてはね、双子という存在が重要な要素になることが多いんですけど、なぜ嗣夫だけがキーパーソンなんでしょうか。それは金田一君が後に堂崎兄弟のある一人に問いかけた質問が意味するところでもあったりだとか、嗣夫が雪涼伝説の終盤ギリギリまでとあるリアクションをしていたこともつながるのかもしれないですね。雪涼伝説の事件において堂崎兄弟はどんな立ち位置だったんでしょうか。互いに反発し合う存在だったんですけど、ある意味では絶妙な関係だったとも言えるんじゃないでしょうか。では次はまとめとしまして、感想や残った謎、今後につながりそうな話を順にピックアップしていきます。実はですね、この動画、この雪涼伝説の感想動画なんですけど、もともとは半年以上前にシナリオが完成していたんですよ。しかもそのシナリオで一度動画撮ってるんですね。でもですよ、編集前にちょっとシナリオを読み返してみて、なんかこの内容だとちょっと違うかなっていうふうに考えたんですね。なので道枝くん主演の金田一ドラマが終わったら改めてシナリオを書こうと思って、そして今回改めてゼロから作ったっていうのがこの動画なんですね。ぜひ最後までご視聴いただければ嬉しいです。さてと、金田一くんの授業中のシーン、冒頭なんですけど、過去にもたくさん描かれてきましたね。まあ、雪涼伝説の事件の冒頭の授業中のシーンも面白かったかなと思います。相変わらず堂々と寝ていた金田一くんが数学講師の野本さんから黒板消し投げられたんですけど、下校中のシーンでね、みゆきちゃんと並んで歩いていた金田一くんが吹き出しの外でなんかヘアスタイル台無しよみたいに言っていたのが印象的でしたね。さて、その金田一くんが冒頭で危惧していた通り、授業中の夢の中で金田一くんにアドバイスを与えてきたのは、佐紀一号こと佐紀隆太くんですね。佐紀隆二くんのお兄さんです。過去の事件と比較する場合、該当するものとしてまず思い浮かぶのは、同様に冒頭で佐紀一号が登場した金田一くんが犯人に疑われてしまうあの事件でしょうかね。でも雪涼伝説と比較した場合、金田一少年のね、犯人に疑われてしまうあの事件っていうのは、あんまり直接的な類似点を見つけるのが難しいかなと思うんですね。まあ、強いてあげるなら大金が動く可能性で共通しているくらいでしょうかね。金田一くんが犯人に疑われてしまうあの事件では、立花五流の原稿料どうのこうのっていうのが大元でしたし、で雪涼伝説ではこの檜垣武の遺産がっていうところ、
まあ、そういう意味では大枠では共通しているのかなとは思いますけどね。さて続きまして、雪稜伝説と他の事件との似た要素を考えてみましょうか。ポイントは金田一くんの放浪の旅っていうところでしょうかね。金田一くんが自転車で放浪の旅に出たのは金田一少年の決死校の後でしたね。自宅に届いていたある手紙がきっかけでした。金田一くんがその手紙の示す通りに行動していたとするならば、金田一くんが檜垣と出会うことも手紙の差出人のあの人にとっては想定内の出来事だったのかもしれませんよね。まあ、だからといって雪稜伝説の事件までをもあの人が裏で手を引いてましたとは言いませんよ。ただ初見で黒沼の初登場のシーンを見たときに、この仮面の人ってあの人の変装じゃないのみたいな声が私の周囲でも上がっていたんですよ。まあ、そういったように、ね、あの人とイメージで黒沼を似せているのかなって思わせる描写であったのかもしれないですね。あくまでイメージでの対比ですけどね。まあ、他にも窓の中に投げ込まれたっていう意味で言うのであれば、雪鬼伝説とも共通するイメージがありそうですよね。そして雪だるまの中からっていう点でいくなら、雪夜叉伝説とも共通している、そんな風に考えられないでしょうか。さて剣持のおっさんについてもちょっと触れておきましょうかね。今回の雪稜伝説の事件の冒頭あたりで剣持のおっさんの人となりの部分もまた新たな情報が出てきたかなと思います。学生時代に登山でね、白馬岳とか槍ヶ岳、そういったところも登ったっていう剣持のおっさんなんですけど、以前にね、私別の動画で早見麗華まとめとか五木陽介まとめっていう動画を作ってみたいなって言っていたんですけど、まあね、ここ全ての事件の感想動画作り終えたらになりますけど、剣持警部まとめ、こういうのも作ってみたいなと思っています。さて登場人物の細かい描写っていうのはここでは少しずつピックアップしていきまして、いずれ個別に深掘りしてみたいなと思っています。例えばですけどね、音羽大学の山岳部だっていう女子大生の月枝真央っていたじゃないですか。彼女は金田一くんの姿を見るや、他にも参加者たちが同時に入ってきたのにですよ、こんにちは、はじめまして、君が金田一くんっていうふうに言っていたんですよ。この描写からして月枝は少し前から金田一くんという人物が来ると分かっていて、さらに心待ちにしていた、そういうふうに受け止められないでしょうか。しかも私が気になっているのはね、月枝の金田一くんに対する初対面での接し方なんですね。何かっていうと、金田一くんだと認識して月枝は金田一くんに対して握手を求めたっていうことなんですね。この握手を求めた描写が別の事件のある女性キャラの描写とそっくりだなって以前から思っていたんですよ。そこの深掘り、また別の機会にやってみたいなと思っています。ただしね、月枝の社交的な性格、その部分はもともとだよっていう可能性もありますし、なんならね、月枝と相島がカップルになっていたりしてみたいな妄想をしたことがある人もいたんじゃないでしょうか。まあ、それ以外の月枝の性格的な部分であのキャラと似ているなっていうところは後日深掘りしてみたいと思います。さてその月枝と行動を共にするシーンの多かった地元の高校生、金田一くんの1歳年上にあたる相島豪太なんですけど、初登場のシーンではジャージ姿でしたね。このジャージの胸元のなんだか見たことがあるようなないようなロゴ、これがまた絶妙でしたね。あくまでこれは漫画のワンシーンということで受け止めておけばいいのかなとは思いますけどね。さてこの人の話もしておきましょうか。登山家の平木六郎ですね。登山家でありながら本やエッセイも出しているっていうんですね。だとすると考えてしまうのがですよ、他の事件の登山キャラとのつながりについてなんですよ。例えば金田一くんの例でいくとね、いくつもの事件を解決してきましたっていうことで、例えば浪人行場の東間めぐみだとか、あとは魔剣の森の五十嵐生人だとかね、そういったキャラクターをもともと金田一くんの顔と名前が一致するくらいに知っていたようなんですよ。だったら雪稜伝説のこの平木という人物も金田一シリーズで事件に登場した登山好きのキャラクターから知られた存在だったりするのかもしれないですね。まあ、ところでね、具体的に金田一シリーズの登山キャラっていうと誰になるでしょうかね。まあスキー関係者で言うんであれば雪鬼でも何人かいましたけどね。さて雪稜伝説に関してはみゆきちゃんも注目ですね。みゆきちゃんが穏やかな感じで金田一くんにツッコミを入れたり、冷静に笑いを取りに来ようとしていたように思えるシーンが印象的でした。まあ、例えば金田一くんがね、なんか俺たちは1億割る2で5000万なのになみたいにブーブー言っていた、
それに対してのツッコミだとか、あるいは夜にみゆきちゃんが一人で部屋で寝ようとしているシーンでのはじめちゃんのところで寝るのも違う意味で危険だしっていうセリフだとかね、こういうこのみゆきちゃんの真面目な表情と言っている内容とのギャップだとか結構面白かったですね。さてここで第二の事件の話も少し触れておきましょうか。第二の事件なんですけど、第一の被害者が消えてしまったと、だから朝一のシーンですね。その直後にその出来事をそれぞれに報告しに行く段階で起こっていたと言えるでしょうね。第2の事件のポイントは誰が誰にどう伝えたか、そういう点だと思います。ある人には直接伝えたり、またある人には別の形式だったりしましたよね。ともかく起こってしまった出来事をみんなで共有するためにパッと集まれる人だけでもっていう風にして、それで剣持のおっさんが話し始めた時に部屋の窓めがけてあるものが投げ込まれてきたんですね。外で何がっていう風に窓から覗き込んでみると、そこにはすでに第二の事件が発生していて、さらに全員の登山靴がなくなっているっていうことにも気づいたんですよ。あとはね、第4の事件に関してもちょっとだけここで深掘りしておきましょうか。第4の事件に少しだけ突っ込みどころを見つけるとしたらっていう話なんですけど、それが何かっていうとね、第4の被害者がマグカップを投げたじゃないですか。でこれね、マグカップの材質にもよるんですよ。で壁の材質にもよるところはあるんですけど、マグカップが木の壁に当たって割れるっていう状況は、相当強い力でマグカップを投げつけるか、あるいは木の壁の内側にコンクリートみたいなさらに硬い材質があるとかでないと、ちょっとね、原作で描かれているほどにマグカップ割れないんじゃないかなって思うんですよ。これあんまり真似しないでくださいよ。真似しないでほしいんですけど、一般的なマグカップってちょっとの高さから落としたりだとか、ちょっとなんかガンってやっちゃいましたくらいだと割れない場合も結構多いじゃないですか。だからまあどうなんでしょうね、相当な力で投げたっていうことを示したかったんでしょうかね、このシーンは。さて真相編のお話もちょっとだけしておきましょうか。真相編に関してはね、雪霊伝説は他の多くの事件と少しだけ違っていたかなと思うんですね。何かっていうと、具体的には犯人がみんなの前で私がやりましたと認める前に犯人の心の声が描かれたところ、これはね、金田一37歳の事件簿における綾瀬の事件、これにちょっと似ているのかな、そういう構成なのかなっていうふうに感じました。つまりね、この雪霊伝説における犯人の落ち着け、ちょっと中略で、まだ逃れる余地はある、そういうこの犯人の心の声が描かれているんですね。つまり金田一君たちにはまだ認めていない、私がやりましたと認めていないんですけど、読者に対しては実質このコマで認めたような形、そういうふうに解釈できるものだったかなと思います。あとね、雪霊伝説に関して、これはまあ事件のネタバレ、犯人バレにならないと思っているんですけど、遺産のお金、これに関して皆さんにちょっとね、解釈を聞いてみたい点が一つあるんですよ。何かっていうと、金田一君は結局遺産の1億円以上のお金を得られなかったじゃないですか。それに関しては犯人が復讐の舞台の準備のために使ってしまったから、そういう解釈でいいんでしょうかね。あのね、金田一君のお母さんが豪華な紅茶とかお菓子とかを用意していたじゃないですか。で美容にも気を入れてね、なんか待っていたんですけど、ちょっとね、1億円ないようだったんで、これに関する皆さんの解釈いかがでしょうか。よろしかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。さてと、氷壁だけを降りてラストは五木さんをね、金田一君の家に招いて、みゆきちゃんとの3人で動機の調査結果っていうかね、ちょっと動機を深掘りした部分を3人で情報共有していたんですよ。この数ページほどの描写の中に五木さんを登場させたことに意味があったとしたらどうだろうなってちょっと考えちゃうんですよね。例えばですよ、雪霊伝説の事件で限られた登場人物、最小限の登場人物で完結させるんだとしたら、雪霊伝説に剣持のおっさんが冒頭から登場しているんだから、後日警察が調べたところによるとみたいな感じで、喫茶店なりね、警察のどっかなんか事務所とか打ち合わせ場所みたいなところに金田一君とみゆきちゃんを呼んで、おっさんがこうだったんだよっていう風に知らせる形でも良かったんじゃないでしょうか。そうではなくって、五木さんに協力を仰いだっていう描写にしているあたり、警察も手が届かない情報をうんぬんみたいな、そういうニュアンスが必要だったんでしょうかね。
というのも、この檜垣という人物は金田一君の自転車での放浪の途中で出会った人物だって冒頭でも触れましたよね。そしてその放浪の旅のきっかけを作った手紙の差出人は誰だったかっていうと、あの人だったんですよね。そういうことがあったので、ちょっとこの辺妙に気になってしまいました。当チャンネルでは SNS もやってます。それぞれフォローしていただけると嬉しいです。さあ、そんな感じで以上が私が雪涼伝説の事件を読んだ時の感想です。皆さんは雪涼伝説の事件を読みになってどんな感想をお持ちになったでしょうか。よろしければコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿の感想や考察などの動画を発信していきます。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また、SNS は概要欄のリンクからフォローをお願いいたします。次回の動画もお楽しみに。